そうです、芸者とねコンパニオン、あのそしてあのやじゃあ、なんだっけ、野球券しますね。の駅前にあるホテルも大変じゃないかい、あれでっかいホテルさ、いっぱいあるじゃない。もうあれいくつかはやめるとこあるんじゃないかな。出てくるだろうね、出てくるべね。時代になんで北海道新幹線なのと。北海道こそリニアでしょうと。え、雪なの？あら。はい、もうちょっとで新幹線の駅まであと5分ぐらいです。いい心がけです。ただ落があってダメです。はい、もうあの新幹線駅見えてます。見えてます。あの右側にね、ちょっと明るいところがありますけど、この大草原の中にポツンと駅があります。
そうそう、あれです。もともと渡島大野という在来線の駅だったんですけどね。その駅の横っちょに作ったんです。まだあの函館の街は全然見えません。ねえ、函館の街なんか跡形も見えないようなあのど田舎です。見えますかこれ、皆さん周り見えないでしょ。新幹線の駅しか明かりがない、ないんですから、ね、右端にちらっと映ってるのが新幹線の駅です。いかに利用率が低いかってのが分かるでしょう。これも行政の押し付けです。利権の押し付けを JR さんが食らっちゃってるんです。全然田舎ですよ。何にもないですもん、周りに。はい、北斗市に入ります。北斗市に入ります。はい、今在来線の列車が走ってきましたね。あ、違うな、あれ新幹線、新幹線か。あれ新幹線だ。新幹線1番今入ってきました。多分カメラでは分からなかったと思いますけど、今ちょうど新幹線がホームに到着です。ちょっと皆さんに意地悪してね、駅のあの裏側をお見せしましょう。もう200メーターぐらい行くと新幹線の高架、何もないのはよくお分かりだと思いますが、今曲がったら突然見えてくる明かりが新幹線の駅です。はい、これが北海道新幹線の一番北になる駅です。新函館北斗駅、何もないでしょう。こっち側も畑です。こっち側も畑です。あー、こんにちは。今左に映ってる明るいのが、北海道新幹線の終着駅、新函館北斗駅です。これ開発すると、はい、いらっしゃいませ。これ開発するとね、なんぼでもその辺にホテルやら何やらできると思いますね。なんぼでも作れますね。土地も余ってます。農家が売ってくれるかどうか。ねえ、何もないです。はい、これホームですね。今新幹線止まってます。こっから新幹線は向こう側のホームになるので、新幹線見ることできないんですが、手前の方にはね、函館ライナーっていう快速列車が止まってます。快速じゃない、あ、快速なのかな、あれ。函館ライナーっていう列車が手前に止まってて、あれ新幹線だよね、グリーンね、うん、もう新幹線は来るのはありますけど、出発するのはないんで、こんな時間なんですけども、東京行く新幹線ないんですよ。6時半が最終なんですね。はい、ご覧ください、駅の周り何もございません。今まあ飛行機飛んでますけどね、飛行機の方が最終便が遅いんです。だから余計みんな新幹線乗らないんですよ。しかもこんなところで降ろされたって、宿もなければ何もないという。は
じゃあ今度表側の方に行ってみますね。表側の方に行くと若干町があります。いや、料金はしょうがないでしょうね。建設費から赤字から何から全部含まれてるんで、料金はあれ以上下げるとますます赤字になると思います。そうそうそう、函館まで来るっていうのはやっぱり中途半端なんですね。そうそう、15年の間に函館から札幌までの延伸ね、そしてその間に利用者が少ないっていう、建設費がかかる赤字にはなるって言うんで、本当 JR にしたらとんでもない負を押し付けられる負を押し付けられたことになると思いますよ。はい、今新幹線と在来線の高架部分を通過して、はい、これを曲がると若干町らしきものがあります。そうそう、でね、これ例えばね、この間寝台の浜那須っていうのがなくなったじゃないですか。ああいうのを残しとくとかなんかすれば、まだ函館に降ろされても札幌に行く手段があったんですけどね、それがないんで、やっぱり来た人、始発終電で来た人はもうなんせ函館にも泊まるしかないですよね。しかも40分かかるんですから、街の中まで、函館まで。そんな人、そんな気の長い人、今日本にいないと思いますよ。はい、今右側が新幹線駅です。これ、こっから入ってっていいのかな、いいのかな、有料、あ、右折か、有料だな。お迎えか何かですか？いや、見学なんですよ。見学ですか、うん、で、ここは車止められないので、うん、このまま一回外周を一周していただいて、うん、この工事の隣に立体駐車場があるんですが、はいはい、多分これ 2.1 以上あるので入れない。大丈夫大丈夫、普通 2.1 のあれ全部いける、いけます、うん、いってる、いつも一応高さ制限 2.1 なんで、はいはいはい、もし入れなかったらその前に観光バスとか泊まるスペースがあるんで、ああはいはいはい、ここに来てもらえるで、明日実際乗るんですけども、はい、利用する人もそこの有料駐車場を使います？あ、一応今無料なんですよ。あ、今無料なんですか？今無料で観光してます。わかりました、はい、はい、どうもお願いいたします。ということで、背のでかい車は駐車場に入れないそうです。そう、今は無料だそうですね。今は有料にしないと儲ける時ないと思いますけどね。ないんでしょうね。みんなホテル帰って寝ちゃうか家帰って寝ちゃうんでしょうね。まあ日本人によくある最初のうちだけってやつだと思います。見る人はなんぼ見に来たって JR さんは1円の足しにもなりませんからね。まだ入場券で中入ってくれる方は多少ありがたいでしょうか。多分 2.1 メーター制限ギリギリ俺の車が入れるんでね、大丈夫だと思います。多分このポールにも当たんないと思います。あ、当たんなかった。駐車券をお取りください。それ合わせてキャリアつけて駐車券をお取りください。場内の案内表示に従って。あ、新幹線見える見える、これ目の前に新幹線います。ちょうど目の前に新幹線がいます。グリーンのボディが見、あ、ここが先頭なんだね。ちょうど右側が今新幹線の先頭部分になってます。新幹線のコメント
ね、新幹線寝てる。ああ、ここ入れると見えないね、俺。見えないでしょ、多分ね。見えます？新幹線。見えてるでしょ。ちょっと移動しますね、ここだと。ちょっと邪魔になるんで。こういう構造になってんだ。海藻ってなってるね。わかめとか昆布とか積んであるんだね、きっと。あ、ここ先頭ですね。こっから先行くと新幹線ないんだ。おお、なるほど。まあ明日ここにまた朝来て、車を止めて、そしてパソコン片手にホームへ行ってください。で乗ってきますね。駐車券を入れてください。俺駐車券もらったっけ？駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございました。でもありがたいね、ただっていうところがありがたいな。明日ね、いや駐車場多分3000円は確保してたんですけど、それかかんないだけでありがたいです。その分お土産買えたりするからね。ちょっと大野町には感謝するんで、大野町でお土産を買っていきたいと思います。駐車場料金取られたと思ってね。ビアンカさんのコメントはこっちです。あ、こんにちは。あと3キロだ。王者ようやくここでようやくここであったよ、標識。教えてもらった駐車場はどっから入ればいいんだろう。右回ればいいんだろう。そこ。わあ、あら、いっぱい標識小さ。これわからん、まあ、みんな多分目の前見てるからさ。あそこにようやくいたよね。新幹線で来たのかあの人。乗り物自動でした。どこから来ました。いやいや、九州から来ましたよ。新幹線乗り継ぎで。ビジネスかって。いえいえ、もう鉄オタです。スーツ着るんですね、最近。どっから曲がってくるのかな。ほほど。案内表示に従ってご入場ください。上行ってみるね。うん。
昨日は下だったから。もうまだ上あるんだ。あ、歩いていかなきゃいけないんだ。あんまり上行くとちょっときついな、荷物あると。新幹線見えねえな、これ。んで出るときはここから。医者に階段登るなって言われてるから。あ、これ出ちゃうんだ。なんだよお前、もう一回入り直さなきゃいけない、めんどくさいな。ただだとは言え、一階に行けないんだ。駐車券を入れてください。駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございました。ちょっと駐車場から駅までは雨が降ってるから出ますね。東京行きなんていうのを聞くと、もうついに来たなと思いますね。
を見てるんだみんな。立ち入り禁止を見てる。あ違う、ホームが見えるんですね。ホームが見えるんだ。あの立ち入り禁止の看板見てるのかなと思って。あ今新幹線が行ったばっかりなんで、それを見てたんですね。切符はどこで買うのかな。改札口は、あ緑の窓口。こっちこっちこっち。こっち行ってみるかい。そっち行ってみるのかな。あ、みんな生田なんか見てますね。稲葉ですと。あ、こっちは在来線ですね。何見てる？何見てる？え？うん。あ、あるんじゃない？こう。あるでしょ。そんな。え？あ、あるある。そうだ、乗り場を11か12号見てくるの忘れたね。どうせだったら、あ、こっちでよかった。8号車だよね。関西の形したあのお弁当あります。上売り切れててここにありますよって言ったんです。あ、はいはい。今日ですね、中野区のおまんじゅうがですね、ジェルに変わって。あ、わかりました。ナッチも食べるかい。
じゃあ2つ中に食べるでしょ。うん、向こうで食べてもいいし、ここで食べてもいいし、うん、ちょっと待って、今下げたすから。さすがにここにはないか、上にはしかないんじゃないの。それは本もそうだから上の方で食べれるのに。うん、そうっすか、上行くか。
注意、新青森まで止まりませんのでご注意ください。この列車は全車禁煙です。デッキトイレの車両が停車いたしますと、当面関係者にも黄色い輪が開きます。皆様にご注意ください。また列車についてのお話しさせてもらうことにお声をいたします。列車についてのお話しさせてもらうことにお願いします。仙台、大宮、上野、終着、東京へ途中お待たせいたしました。11番線に到着の列車は10時49分発東京行き早草18号。
名物な18号東京行き、まもなく発車いたします。ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号東京行きです。電車指定席で自由席はございません。次は新青森に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。 Ladies and gentlemen, welcome on board the Hokkaido Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound for Tokyo with stops at Shin Aomori, Hachinohe, Morioka, Sendai, Omiya, Ueno, and Tokyo. All seats on this train are reserved.The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey.15分、盛岡12時45分、仙台19時45分。
13時29分、大宮14時38分、上野14時58分、終点東京には15時4分に着きます。なお、本州と北海道とを結ぶ全長 53.85km の青函トンネルには11時7分頃に入ります。車内のご案内をいたします。先頭1号車一番後ろが10号車です。電車指定席で入席はございません。9号車はグリーン車、10号車はグランプラス。なお9号車と10号車はグリーン券、グランプラス券を持ちれないお客様はデッキを含めましてご利用にはなれませんのでご了承ください。トイレは客室、出入り口上に案内表示のあるデッキにございます。車掌室は9号車です。なお車内巡回などで不在の場合がありますのでご了承ください。次は新青森に停まります。
ます。
そうでもないですよね。まあ、その景色を見ると。やっぱりこれで160キロぐらいじゃないでしょうか。地上も出てないですね。
チケットこれ記念にしたいんですけどって言えば折り紙付きですればスタンプをして戻してくれる。新青森駅に着きました。ちょうど在来線が左から右の方1階部分をねクロスするような感じで通ってまして、こっち側が中心部の方って言ったらいいのか、にぎやかな方の、ロータリーなのかどうかわかんないんですけども、一応動線みたいな感じでみんなが出てくる方についてきたらこっち側の方に来ましたね。バスがみんなミニバスですね。コミュニティバスのような小さなバスです。かつてここも北海道の、新函館北斗駅のように、田園風景の広がった場所あったんですよかね。駅ができた頃はどの家も全部新しいです。でやはり駅前にはレンタカーの会社があって、ただホームは、東京方面に向かう新幹線に乗る人はねもう長蛇の列ですね。北海道とは対照的です。北海道は見学に来た方がね長蛇の列ですけど、乗る人は本当にいませんでしたけど、はい、じゃあこれから12時37分の下りに乗って戻ります。ドア閉め切り中。
いいね、新幹線を見ながらタバコ吸えるでしょ。 JR 北海道にはこんな配慮はなかったね。すごいです。これはあのサービスという言い方をしていいのかどうか分かりませんが、喫煙者としては非常にあのすごいと思いますね。あの喫煙室にエアコンついてます、ね、そしてしかもあの JR 北海道の場合はこんなあのロケーションのいいところにありませんからね。エアコンがついてるなんて、もうあのホーム吹きさらしてね吹雪で雪まみれになりながら、タバコを吸わされるのが JR 北海道です。
ります。雄大な景色をお楽しみください。
在来線乗り場3番線14時56分、特急北斗13号、札幌行きは在来線乗り場3番線14時11分、特急北斗13号、札幌行きは3番線14時11分、小島沢原経由御所浜行き普通列車は在来線乗り場2番線14時56分、小島沢原経由御所浜行き普通列車は2番線14時56分です。在来線へお乗り換えのお客様は2階本コースを通り在来線乗り換え改札口をご利用ください。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。新宿デザインは北海道の春をお楽しみください。
全然かかりないんだもん。今あの喫煙所ですね、ようやく探しました。ここに喫煙所がありました。タバコ飲みにはね、ここの駅喫煙所探すの大変です。横にある案内板を見たんですが、その案内板にもね、ここに喫煙所があるって書いてないんですよ。